はい、黄金世代のことでございます。噛んだ。まあいいや、このまま行こう。はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところで、はい、今日なんですけど、朝のトークやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたしますというところで、そう、困りましたね。一気に、コロナ爆増してというところで、これはちょっと売買ゲームになりそうだなと。都内が3000人超えてというところで、来週いろいろ行かなきゃいけないのにと、個人的にはちょっとね、個人事ですけど、来週いろいろ行かなきゃいけないのになとちょっと思いながら、はい、頑張っていきたいなと。頑張るっていうのはもう気をつけるしかない気をつけながら頑張るしかないというところで、はい、皆さんもね、ぜひ気をつけてください。感染力が強いみたいなのですぐうつっちゃう。まあ重症化リスクはね、非常に低いということなんですけども、まあかからない方がね、周りの人間に迷惑かからなくていいんではないかなと思っております。はい、さあ、あとそのところで大きなトピックスっていうのは、もう今日ね、若林が出てくるというところで、まあもう本当にトーマチェック見て、まあいずれにしてもでも取らなきゃいけないキャラクターになりそうな気が、まあ日本パベースの方とか特にそうかもしれないんですけど、まああの長フェスとか、まあ長フェスっていうか、まあ三浦、そして若島津、サリナス、レシャールと、この辺とね、そこまで大きく変わらない能力なのか、まあレシャールよりは上で来るんではないかなと思うんですけど、まあレシャールもね、いいとこありますよね。デバッファーだったらね、セーフティーゾーン持ってたりとか、コンビシュートのね、キラーとか持ってたりするので、はい、今思えばね、取っといてもよかったかなというような気がしますけど、まあ日本パーベースなのでね、まあいいかなというような形で、あとはやっぱりこうミューラーより強いドリコレが来た時の考え方ですよね。まああの朝トークでたまに言ってるんですけど、12月くらいからキャラクターのインフレがすごいなっていうようなイメージがちょっとあって、まああのちょいちょい12月はキャラクター拾ってった形だったんですけれども、まあこのインフレの状況が普通ので、年明けの1月のドリコレが、ね、どれくらいのレベルでなのかわからないですけど、これが続くようであればちょっとキャラ寿命は、まあ、ちょっと短くなる傾向で、まあ、運営さん的にはキャラクター取りやすいけどキャラ寿命が短くて、まあ、今まで1年持ったキャラクターとか、本来なら、本来というか従来なら1年とか8ヶ月持ったキャラクターっていうのが、まあ、3ヶ月とか半年くらいではもういなくなるようなサイクルにして、まあ、キャラクター取りやすい形で売り上げ上げていくみたいなね、そういう作戦になりそうな気もしないでもないかなと思います。はい、だってマリオゲーテも優勝と今回ユニ違いもそうですし、葵くんもね、超フェス、まあカルツもそうですけど超フェスで出て、まあピエールも出ましたし、ヒューガくん、まあヒューガくんはね、どちらにしても上位互換のやつ、上位互換というか上位キャラのね、ヒューガくん欲しかった人も多いかなと思うんですけども、ヒューガだけで見るとここ1年間ドリコレのヒューガくんから始まって、まああの潜在も含めてもう6体くらい出てるわけですよね。まあなかなかね、その去年のドリコレ、そしてフェスの潜在、とかはまあランクマとかでもあの優秀な結果残しましたけど、かといってじゃあ長期政権だったかっていうと、まあ、ドリコレのヒューガーに関しては、まあ、Z 林キラーの色が強く、あのフェスの潜在に関してはやっぱり絆とか、まあ、いろいろ能力的な部分も含めて、まあ、やっぱり4周年入ってから飲み込まれてしまったというような印象ですかね。まあ、その後デバフのヒューガー君とか強いですけど、まあ、なかなかね、使いづらさっていうのもあるで、なかなかね、レッチョのヒューガ君とかもそこまでですし、まあ4周年のヒューガ君はまあご存知かなと思うんですけど、自分は結構使ってましたが、やっぱりその負けてる時じゃないと強くならないっていうのは非常に使いづらかったキャラクターかなと思うので、まあ、まあ葵君にしても全然技のね、葵君はまだまだ現役で使えるかなと思うんですよ、正直。まあただフェスが来たことによって、まあ同絆、能力的に、まあ本当に今、まあ、技の白番でちょっと強くなっているというところで、まあ、フェースもあるんで守備だけでなくて攻めもできるというような形で、まあ、こちらにシフトしてというような形になってますし、まあ、マッツにしてもね、4周年出たり、ゴールデン23出たり、まあそうですね、ネクストドリーム出たりもね、3体出たりもしてますし、まあ、ピエールは
ピエールもね、それでいくと4周年ピエール、常設ピエール、フェスピエールという形で結構なスピードで出てるかなと。シュナイダーもね、それでいくと超フェスが出て、クラブのシュナイダーの潜在が来て、ファイアードライブツイン、ドライブファイアツインだっけのシュナイダーもっていう形で、結構主力キャラが短期でいろんな風に出てたりもして、まあ、タイガーボランなんかもね、あの潜在で能力情勢、情報修正アップとか、ね、これ以降結構来てますし、まあ、あと優勝でのデバフのやつも来て、まあ、4体使える状態になってるみたいな形にもなってるのかな、まあ、4体実際ね使えるかどうか、ね、力の片方はねどうかなっていうところもありますけど、うん、結構そのような形で、まあ、リバイバルも含めてキャラクターがどん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 ね、同一キャラでも短期間の中で出変わっていくので、まあ、特にもう1月ですから、まあ、極端ですけど 5周年までもう2、3、4、5、4ヶ月、約120日、まあ、この120日間で、まあ、よ極論で言うと4ヶ月ですね、多分今のデッキの寿命が4ヶ月だとして、まあ、そこがまあ周年ごとに毎年、まあ、ほぼ8割総入れ替えになっているという状況を考えると、まあ、どの辺でね、まあ、お金使ってる人であれば費用対効果っていう、まあ、費用対効果なんか全然よくて、その時、ね、常に強ければ OK っていう人はガンガンやっていけばいいでしょうし、まあ、無価とか美価の人であれば、うん、ここからもう夢玉どんどんね貯めて5周年に準備していくっていう方が自分はね、あの 健全というか、まあ、あのいいんではないかなと思いますし、どこでね引いてどこで勝負していくかっていうのは結構切れ目かなと。ただね、どうしても若林っていうと、このゲームや、まあ、あの原作の中でもね、もう本当にナンバーワンキーパーで、しかも常設ではなくて、ドリコレというところになっているので、まあ、フェスじゃないっていうところがねやや心配で、どこの部分がピ、穴になってるかっていうのはね、しっかりあの能力チェックをして、まあ、どういうふうな、どういうふうな位置づけで使っていくのかっていうのはね、しっかり考えていかなきゃいけないのかなと思います。はい、まあこの時期は本当にね、難しいですよね、多分。まあ毎年そうなんですけども、ここ2周年以降とかそうなんですけど、3、4、5で大幅課金してデッキを変えて、まあ、特にね、あの3周年前が一番ひどかったんですけど、3周年始まる前に、まあ代表からクラブの波が来てて、まあ、中学生の波も来てましたけど、中学生とクラブパーがすごい強い波が来てて、そしたら一気に、3周年のガチャで一気に全部ひっくり返されたっていう、ね、そういう経験もね、皆さん長い間やってることもあるので、まあ運営さんはね、変わる変わると言ってもなかなかね、求めるものっていうのはどうしても決まってますから、変わってはいかないと思いますので、まあどうしてもね、多分魅力的なキャラクターっていうのはどんどん出てくる中で、どこで引、どこは我慢、どこは引く、まああとはどこを目指していくかっていうのはある程度決めていかないと、節操なく、行って意外とまた4周年でリセットでなんだかなっていう風になっちゃうかなと思うので、ある程度自分はね、割り切りも必要じゃないかなといつも思っております。はい、まあ、多分ね、あのちょいちょいね、あの魅力的なキャラクターや主力系のキャラクター出てくると思うんで、ただ4周年で日本でネックだった、まあ、ヒューガ君フォワードと、まあ、キーパーという部分ではしっかり、まあ、あと美咲くんとかもそうですね、あのちょっと不遇だったライジングさんのキャラクターに関してはしっかり今回これで、オールケアになるんではないかなと。あと直近でいくと、まあ、翼くんがどこまで行っても、中央エリアとペナルティエリアっていうところで、まあ、バイタルのところで活躍しづらいキャラクター、まあただ今中央エリアでね、ドリドンできるところからでマッチングするように皆さん狙って2択を迫るというようなプレイスタイル目立っているので、それはそれでね、今使えてるのかなというチャンスメーカーも持ってますし、まあおそらく今回、ね、今回というか、まあ、長ヘスが多分今度5周年の長ヘスは片割れは翼くんかなというようなね気がしてますけれども、はい、またねドリコレが終わってから今度ネクストドリームがガッといきなり始まってきますので、そうですよね、だってもう15でもう22、そうですよね、多分ネクドリがもう始まっちゃうんですよ。まあ、22にネクドリ始まるかどうかっていうのはね、ちょっと若干微妙なところもあるかなと思うんですけど、まあおそらく始まるであろうかなというような気もしてます。はい、まああとは連盟対抗戦が今日から始まって、タイムアタックも始まってということで、あとね比較的イベント盛りだくさんっていうところなので、まあその辺空き時間見ながらやっていくというのがいいんではないかなと思っております。はい、
まあなんか駆け足になっちゃいましたけど、今日はこうそんな形でまずは16時お知らせ、そしてドリコレ以外に何がね、ドリコレと、まあ、今発表されているイベント以外でどんなものが来るのか、しっかりね楽しみにしながら待っていきたいなというのと、コロナがブーストしてるんで皆さんぜひ本当にあのお気をつけくださいですもんね。多分皆さん日頃気をつけているとは思うんですけどね、もうあのどうしようもないと思うんですけども、やれることはね最低限やっていくしかないかなというところで、はい。あとなんかあったんだよな、あとなんか変わったことがあった気がしたんですけど、なんだっけな、ガソリンが久しぶりに高くなった。いやそうじゃないな、すごい寒い、そう北日本の方とかすごい寒くて、雪がそれもまあちょっとね、多分北日本の方とか雪久しぶりにすごいのかなっていうようなねニュース報道されてましたけど、大丈夫でしょうか。いやなんだったっけな、忘れちゃったな、またはい思い出したらあの朝ドックでご紹介していきたいなと思います。はい、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいと思うんですけども、いつもご視聴ありがとうございます。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは良いドリコレを。それではまた。